カラマタは、ギリシャ共和国ペロポネソス地方にある都市で、その周辺地域を含む基礎自治体。メッシニア県の県都である。メッシニアコスワンの暗号に位置する重要な港湾都市で、ペロポネソス地方で2番目に大きい町である。カサレブサでは、カラマイと表記される。カラマタの名称は、ギリシャ語で、美しい両名を意味するカラオンマタと関係があると言われている。 ペロポネソス地方の西南部に位置し、アテネの2 3 8キロメートル南西、ピルゴスの2 1 5キロメートル南、スパルタの6 0トル西、パトラスの2 1 5キロメートル南、テッサロニキの7 1 5トル南の方角である。カラマタの町はメッシニアコスワンの暗号、ネドン川沿いに広がる。ホメロスに描かれた古代都市ファライの近くである。 カラマタの町が位置している、メッシニアコスワンには長い砂浜がたくさんある。また、町の4キロメートル東にはタイゲトス山脈があり、グレーンマイナス82カラマタスパルタ高速道路が、それを貫いている。古代に、メッシニという都市が、メッシニア県のどこかに存在していたが、カラマタの町自体は、他のギリシャの町と比べると、歴史はそう古くはない。 1205年から1381年はフランスに占領され、1210年から1278年にかけてはフランス貴族のビルアルドアン家に支配されたことに始まる。1481年から1685年にかけては他のギリシャ地域と同様にオスマン帝国の統治下に入ったが、1685年にベネツヤ共和国がカラーマタを支配し、 この間にカラマタの町は要塞化され、町の経済は発達した。1715年に再び、オスマン帝国の統治下に入ったが、1821年5月23日に、カラマタの町は、ギリシャ人反乱軍の司令官、テオドロス・コロコトロニスやペトロス・マブロミカリス、パパフレッサスによって、オスマン帝国の支配から300年ぶりに解放され、ギリシャで初めて、 トルコ人の支配から脱した町となった。しかし、1825年のギリシャ独立戦争の際、イブラーヒームパシャによってカラマタの町は破壊されたが、その後に再建され、地中海における重要港の一つとなった。カラマタには、地中海で、マルセイユに次いで2番目に古い商工会議所が建てられた。1941年4月29日には、カラマタ港付近で、 ナチスドイツ軍とニュージーランド軍第二師団との戦闘が行われ、この戦闘でジャック・ヒントンはビクトリア十字勲章を授与された。しかし第二次世界大戦後になると北ギリシャ地域の発展を重視する政府の方針により、カラマタを含むペロポネソス地域のほとんどが近代化計画から外され、そのためにカラマタの経済は沈退し、カラマタの街と港は衰退した。 70年代と80年代にかけてカラマタの街が発展することはなく、むしろ1986年に起きたマグニチュード6.6の地震で深刻な被害を受けたために地元の有力者が経済的に力を尽くした結果、今では街は復興し、近代的な病院などの設備が整った街として発展した。今日ではカラマタは ペロポネソス半島で2番目の人口を有し、商業活動が栄えた町となった。輸出品としては干しぶどうやオリーブ、オリーブ油などが占めている。カラマタはカラマタダンスや絹製ハンカチの生産で有名であり、他にもオリーブやイチジクなどの生産が代表的である。また、バスや鉄道がカラマタを通っているだけでなく、町には国際空港や重要港があり、 フェリーで、キティラ島などの英外海の島々へ行くことも可能である。市外には、学校、ホール、体育館、銀行、郵便局、広場などがある。また、新設されたペロポネソス大学のキャンパスがカラマタにあり、歴史学部、文学部、神学部、哲学部が置かれている。また、国外のギリシャ人のための無料ギリシャ語講座も行われている。また、カラマタには、 メッセニア不主教が置かれていて、現在の不主教はクリソストムス三世である。ギリシャ国鉄のペロポネソス狂気鉄道網がコリントスとカラマタの間を結んでおり、その終端となるカラマタ駅が市内にある。また、郊外のメッシーニに向かう動線の支線も当駅から運行されている。かつて、ペロポネソス半島西岸をパトラからピルゴス。 キパリシアを経由しカラマタまで結ぶ列車が運行されていたが現在は運行されていない。街の西には E55 及び E65 が走っていて街と接続されている。バスがトリポリス、コリントス、アテネとの間で往復している。80年代中頃からカラマタキティラ島、ハニア間ンでクルーズ船が各州で運行されている。また夏の期間には カラマタ国際空港からヨーロッパ各地へのチャーター便が運航している。ありがとうございます。